このウォーターフォールマンション&ギャラリーは、あの見ての通り、あの2階から1階にかけて滝が流れています。その滝が流れている象徴的なギャラリーということで、ウォーターフォールマンション&ギャラリーという名前がついています。完全変態系をする蝶っていうものに惹かれて、その蝶の変化っていうことに焦点を当てて、その変化とともに、まあ、蝶の一生を描きながら、あの蝶が死んでいくんですけど、それがまた、まあ、生まれ戻っていくような、その物質としてではないんですけれども、思想として常にこう流動的で変化しながら、まあ、ゆくゆくは消えていくんですけれども、それをそのまま受け入れるからこそ、その途中の変化していくことがとても、まあ、美しかったりとか、あの強いものなんじゃないかって思えるような作品を心がけています。こう今 SNS が発達した時代で、本当携帯の画面とかで全ての絵が見れてしまう時代だと思うんですけど、やっぱりもちろんそれはそれですごく、どんなことをやっていても今でもそうですけど、世界中に発信できるっていう力はあると思うんですけど、同時にやっぱり銀箔やこう素材感のあるあの絵の具を使うことによって、と目の前でしか見られない美しさっていうのがあると思うんですよね。なんかこう振り子のようなものだと思っていて、なんか他方で、まあ、インターネットが発達していろんなことが簡単に情報も得られるようになっているからこそ、他方でとてももっと、まあ、人間的なというか、その個人的な気持ちだったりとかもすごく重要になってきていると思って、どれだけその個人が考えたことであったりだとか、実存に基づいた気持ちというか、そういうところもあるんだよってことを表現できたらなと思って。